どうも、滝沢沙織の部屋へようこそ。本日は年末、もう明日で大晦日ですね。皆さんこの1年どうでしたか？私はね、結構、まあ、いろんな自分のやりたい仕事もできつつ、趣味の、畑だったり釣りだったりっていうのをもとにいろんな仕事もさせていただきました。 YouTube も今年に入ってから自分一人で全部編集したりしてやりながら、まあ、やるようになってみて、まあ、さすがにやっぱり最初は結構大変ではありました。まあ、未だにまあ分からないところもあるし、なんか新しい機能とかもこういっぱい出てきたりとか、そういう風になっちゃうとなんだかわけわかんなくなっちゃったりもするんですけど、でもちょこちょこ自分のペースでやりながら、まあ、できたんではないかなとは思っております。私のね YouTube は、まあ、基本的には畑だったり釣りだったり、まあ、それをもとに料理っていうことをメインにやっているものなんですけど、なんかね来年からはもちろん釣り畑もメインにやっていこうとは思うんですけど、まあ、たまに、まあ、友達とのコラボもしたりすることもあるんですけど、まあ、それ以外のこともなんかやっぱやってみようかなっていうふうに思います。せっかくだからね、なんかこう自分のもうちょっとなんかプライベートでやっている部分とか、なんかそういうところとかもお見せできるタイミングではしていきたいなって思っております。皆さんはこの1年どんな1年だったでしょうか？2022年、そうだな、なんか私は全体的にゆるっとしてた時もあれば、すごいバタバタとしてた時もあり、なんかでも自分のやりたいようなことっていうのが結構できている年だったかな。でも来年またさらにね、なんかいろんなことをやっていきたいなと思うんだけど、まあ、その中でも、まあ、もちろんその YouTube も先ほど話した、まあ、釣り畑以外のことでもやったりとか、まあ、コメント返しなんかは後半の方やっていったので、まあ、話す、こうやって話すタイミングの時にはしていきたいなって思ってます。あ、そうだ、せっかくだからこの後、そうだな、ちょっとまだ質問来ているので、そちらの方もせっかくなんでちょっとお返ししていこうかななんて思います。なんだろうな、こう私なりにこう自分のペースでその YouTube をやっていて、まあ、たまになんかこうちょっと追われちゃう時とかもあったんですけど、でもねさらにね、なんか自分のペースでできるようにっていうのをもうちょっと掴んでいきたいなっていうふうに思うんですけどね。ので皆さんゆるっと待っていてください。そしてインスタグラムとかツイッターの方では、ちょっと告知はしたんですけれども、なんと新春、久しぶりですね、じゃじゃん、こちらです。ドクターズの、新春スペシャルがあります。なんとこれでファイナルらしいです。本当にファイナル、もうちょっと私ね、毎回なんかまあ、渋谷翔子という役柄でもう 10年前11年前に一番最初連ドラからスタートしたこちらドラマなんですけれども、私も台本を読んでいてすごく楽しくて、で特にね、まあ、主演 の沢村一樹さんとか、それに並んで、高嶋政信さんとか、私の場合はもう本当に沢村さんと高嶋さんしか基本合わないかないつもね、なんか情報屋みたいな、まあ、役柄としては製薬会社のMR さんの役なんですけど、それでもなんかこうポイントポイントで出させていただいてるので、ちょっとねこうスパイス的に私は入るポジションでやらせてもらってます。だから実際そのオンエアを見て、私も他のシーンって見てないから、だから想像しながらなんですよ、台本を読んで、どんなシーンになってくるんだろうなとか。だから今回のもう、まあ、ファイナルに なるのっていう感じなんですけど、でもそちらも
ものすごい面白くて台本読んでて笑っちゃって、もう2回読み返した時にもうやっぱり面白いと思って、もうこれは期待できます。なので、まあ、年明けね、ぜひ皆さんお時間がある方ご覧ください。とっても楽しいと思いますよ。そしてせっかくなので質問のお答えコーナーをちょろっとやっていこうと思います。そんな感じで大丈夫ですか？なんだろう、私まだこの1年間の年末で言い残したこと、まあ一番最後の締めでもまた言おうかなと思ってるけど、はい、そうします。はい、ということで、質問お答えコーナーをちょろっとやっていきたいと思います。沙織さんのお気に入りの歌は何すか？お気に入りの歌、曲じゃなくて歌、曲でも歌でも一緒か。なんだろうな、私ね、本当に日頃無音の中で基本は過ごしてる女なんです。で、あのテレビも決めたものしか見ないからつけないし、車の中も割と自分の頭の中を整頓する時間が多いから無音のことが結構多いです。でもたまにもちろんかけたりしますけど、その時はもう前から入ってた曲、前から入ってた、前に入れた曲とかで、例えば最近聞いたって言ったらエド・シーランの曲とかアリアナ・グランデとかなんか洋楽が多いです。洋楽を聴くことが多いです。であとたまに YouTube でなぜか、まあ、ビートルズを聴いたりとかカーペンターズ聴いたり、それにはちょっとまあ理由があって、自分の父親がすごくビートルズが好きで、で、まあ、亡くなった母親がすごくカーペンターズが好きだったんです。なのでその両方の曲はもう小さい頃から私は聴いてるので、たまにやっぱり聴きたくなるんですよね。だからなんかこの間なんか本当 YouTube でエンドレスでレッドイットビーをずっと聴いてたっていう、なんか謎のなんか突然そういう時があるんですよね。なんか聴きたくて、でそのビートルズ以外にもカバーされてたりするじゃないですか、そういう名曲を生んだ方たちって。だからそれをなんかこうカバーされてる曲をもう次々に聴いてったら、なんかもうエンドレスに聴いてしまったとか、なんかそういうこともあるし、まあ、カーペンターズも全般的に結構何でも聴いたりするかな。日本のアーティストさんだと誰最近聴いてるかな。最近はそんなに日本のアーティストの方はそこまでは聞いていないかもしれないです。昔よく聞いてたのは安室奈美恵さんとか、まあ、TRF さんとかもそうだし、TK 世代なので私、 TK 世代って分かりますか言って、私と同じ年、私今年今年41歳年なんですけど、 TK 世代って言ったら多分分かると思うんですけど、まあ、小室哲哉さんのプロデュースの世代ですね。その時の曲はものすごい聴いてましたね。そんな感じです。じゃあもう一個ぐらいいこうかな。沙織さんに質問です。ぬか漬けのお漬物は作ってないのですか？ちなみに古漬け派ですか、それとも浅漬け派ですか？ぬか漬け最近はね作ってないです。だけど一時期、今簡単にぬか漬けができる、なんだ、冷蔵庫でできるやつがあって、でそれを、まあ、何度も使えるっていうわけではないけど、その1回で終わりだったりとか、あとはねチューブでもうピヤーってやってラップに巻いとけばぬか漬けができるっていうやつも今年とかやってたし、なんかそういう簡単な簡易的なやつっていうのは作ったりします。なのでその中でも私はやっぱりきゅうり、大根、人参、いっぱいあるなはい、浅漬けとかってなったらナスも好きです。そのあたり大好きです。古漬けと、浅漬けどちらがいいか、どっちも好きです。もう決められないぐらい好き。私小さい頃おやつに
漬物をよく食べてたんです。なんか甘いものを小さい頃から私はあんまり食べてなくて、で私実家がそのお寿司屋さんだから、梅干しとかしば漬けとかたくあんとかがいっぱいあったの。だからそういうのをタッパーね、うちの父親が使うタッパーでこうやって、でそのタッパーを丸ごとこうやって食べてて、で一回ねおとんにね怒られたことがあって、小梅あるでしょ、小梅で、その小梅がいっぱい入ったやつで、それを半分以上テレビ見ながら食べちゃったことがあるの。それで、おとんが後から来た時に、お前これこんなに食べたのかって言って、お前喉乾くぞみたいな、それでなんかちょろっと怒られたっていう記憶がありますね、食べ過ぎちゃって。なのでちょっとね自分の実家が寿司屋ということがばかりに、小さい頃から漬物はたくさん食べております。おやつよりも漬物派っていう感じでした。皆様は、小さい頃のおやつ何だったんでしょうか。はい、というところでね、ちょっとこの辺で今回の質問コーナーは、終わらせていただきたいと思います。1年間本当に毎回私も皆さんから のコメントは全て、読ませていただいて、でそれで質問もされたことにはちょこちょこ答えていったりとか、コメント返しなんかもさせてもらったりする時もたまにあります。なんかね、そうやってこう皆さんとのコミュニケーションが、少しでも取れるような YouTube にしたいなと思っていて、でなんかね、生配信とかもやってみたいなとは思うんですけど、ちょっとねいまいちそこまで手がつけられない。なんかこう説明書読んで何やら何かんやらみたいな、多分やり方が、私全部携帯でやってるんですよ。だから携帯でやるってなると、また多分ネットで調べてうんにゅんかんにゅんみたいなやってたら、ちょっと私もいっぱいいっぱいになっちゃいそうなので、ちょっと時間がね、もしある時に調べてできるようだったら、一応生配信はすぐできるようにはなんかパソコンのやつにはなってるんだけど、パソコンって生配信するときっと画像悪いんでしょ。わからない。私携帯とかでできるんだったら、なんか気軽にさ、こうやって撮ってる感じでできるんだったらいいんだけど、それでできるのかな。ちょっと本当にまだ無知、その辺はその辺の領域まだ超えてないのでそんなね、簡単にできるようだったら、それもね、また生配信なんかもして、皆さんと直接その時のリアルタイムでのコミュニケーションなんかも取れたら、楽しいだろうななんて思ってるんですけどね。自分の配信したものに対してこう皆さんにコメントいただけたりするのがすごく私も心温かくて、で自分のね、これから先にまた YouTube 頑張ろうっていう活力になるので、これからもぜひ、また来年もですね、もう2023年になりますね、すぐです。もう本当に1年あっちゅう間、本当にあっちゅう間すぎません？なんかいつもそんな会話してる、もう上半期になると上半期になるとすぐに、ああやばい、年賀状書かないと、年賀状書かないとっていう感じになるのでね、大晦日ですね、年越しゆっくりお過ごしくださいませ。では本日の動画いかがだったでしょうか。今年も本当に皆さんありがとうございました。また来年もぜひ、この YouTube そして滝沢沙織を応援よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。